怒涛のルーザーズ始まるから、めちゃめちゃメンタルに来た。ここの OD 昇竜はリーサル見えてた。ここ後でアーカイブ見て褒めようって思ってた。最大の緊張が走ってます今。しかもルートがマジで偉い。これこのルートマジ偉い。強えわやっぱ。いやでもこっから俺の怒涛のルーザーズ始まるから、出番来た出番。ちなみに俺のこの片耳を外すって俺普段でもしてんのね。これなんで片耳外してるかっていうと、後ろから暗殺者が来てもいいようにこれ片耳外してる。セコンドの声聞きたいからとかじゃない、これ後ろから襲われないように片耳外してんだよね。やっぱまあ本当に言うと、実家でゲームやってる時に親フラを気づくために片耳外してんだけど、もうずっとそれが癖ついて左のヘッドセットが外してんだよね俺。でもそっからずっと癖で片方外してんだよね。うちの親は暗殺者、難聴になるぞ。もうなってる。さあメインステージどちらが上がるか、盛り上がっていきましょう。ナウマンの場所俺でもよかった。うん、誰でもよかったよナウマンの場所。いやでもナウマンはそのなんか大丈夫大丈夫いけるよいけるよみたいなのが本当に嬉しかったね。これね、吉永さんのね殺してやるっていう気持ちをね感じてしまった。マジでうわうまいな、ワンシュしてうまいっす今の対策ですね。アッパータイク体力大きくリードはアリケンのダルシム。こんぐらいになったらダルシムマジで冷たくいくだけだからな。こうなるとダルシムかなり強いですね。ただ吉永としても一発、いやー上がるところアリケン読んでいたか、置いていた。やっぱり一発一発のダメージが低いところがダルシム弱点なんですけど、いやマジで、いやマジでさっき高かったよ。本当に強いですね。投げていく、シックスが生まれた才能を刈り取ってしまう、積んでしまうのかアリケン。いやでも俺も結構ねちゃんとプレーできたねこの日は。配信がね、これね、俺これね緊張してます。伸ばさないのやばい俺。これこれもまたダルシムとしては理想的な体力状況。よしま、いやここも全然リーサルだった。これなんて言ってたんだろう、これなんか中央のラッシュの中段だけ気をつけろって言われた気がする。いやここのジャスパに大K 仕込んどかないといけないんだけどね、忘れてたんだよな。いやこれもさ判定つえ、もうさっきの対峙戦の思い出したもんね。ここで強フラッシュタックル、足には追い詰めている。吉田の時間が続く、ガチいけか、ヘアフルも入れかっている。足元から吉田がバーと、おおジャンプした。それでもアリケン逃がしません、ダメージをキープしました。ジャンプ通っている。これ対空インパクトだったな。ここ SA3 ペールライダー使っていきます。これで対空インパクトでかくってたな普通に。アリケンは約2ゲージを失いました。いやここもな高い方狙っちゃったんだよな。いやこれはメンタルに来た。正直めちゃめちゃメンタルに来た。ここの OD 昇竜は、いやでも落ち着いてたよ俺は。どちらが取るか分からないメインステージ、どちらに行けるか。さあ手痛い反撃を狙っていくのはアリケンのダルシム、素晴らしいプレー。ちゃんと鳥飯さんの教えやってるからね。中フレームからバックステ2台 P 仕込み、3台 P か。いやーでかいな、多かった。3台うまい、すでにうまい、いい入れ替え。さらにファイヤーがフォローになって、うまいな。このまま流れるようにドライブインパクト、リーチを仕掛けるのは正直打たれてもいいって思いながら、これはインパクト、インパクトヒット後にねちゃんと端に追い詰めるコンボ選択見事ですね。さあこれでアリケンが吉永を追い詰めた。ジャックのフラッシュタックル出てしまった。うまい口フォロー、カウンター繋いでバーダ上等だ。いやでもこれこの試合はね鳥飯さんありがとうで俺は勝ったからね。これこれはマジで
これは鳥飯ありがとうコンボ。これこのダルシムには詐欺飛びないだろうっていう、やっぱまだ浸透してない。最後の置き攻めもね、 SA を打たれても安全な置き攻めで、いやこのね詐欺飛びテレポは正直マジ鳥飯さんのコーチングなかったら俺は多分 SA は食らってるね。いやこれマジ俺ずっとこうやってはぁってごめん、俺心臓が体のどこにあるか分かんねえからここら辺だろうと思ってここら辺触ってるけど全然ないんだよな多分ここら辺心臓。なんでナウマンにアケコン持たせたの違うんだよ、終わるたびにいやアケコンぐらい持つよって言ってナウマンやることなさすぎてアケコンすぐ持つんだよな。いやでも吉永さん強かったね、やっぱその大会での吉永さん怖いはやっぱ慣れてる、大会の壊し方を分かってるから正直マジで怖かったね。ここも結構俺鬼門だなって思ってたけど、でもガイルダルシムはもう5の頃から俺対策してたから、5の頃とか6も割とガイルはもともと戦いやすくて倒し方知ってたから自信はあったね。だし俺ガイル村入ってるから一応ガイル MR1600 ぐらいまでやってるからやっぱね相手のキャラ知ってるのが一番でかい本当に。ナウマンからアドバイスあった、あでもこれね明確にナウマンアドバイスしてくれる、2試合目ぐらいの時に相手のソニックに台形もっと打っていいよって言われて初手から台形擦るシーンがあるんだけど、それはマジでナウマンありがとうって感じだった。いやでもね結構戦いづらかったねドンさんのガイル。いやここいやこれね、端が結局きついんだよな。一回捕まってしまうとダメージ取られちゃいますね。そうですね、ここはドンピシャ。もうつった。でもダメージを稼ぎたいところだが、リケンがうまくワープテレポートを使って誘っていた。さあ中央。いやでも俺もここめっちゃね調子良かったんだよ、ラッシュ止めてたし。これがね、これがやっぱめんどくさかった。毎回その結構難しいですからね。ジャクソニと一緒にラッシュしてくるの。ドンピシャのガイルのドライブゲージが少ない。右手はドンピシャどう守る。ガメージが近いぞ。上かぶせた形、投げも入って。さあ SA2 が止まった。アリケンはどうするか。ふわふわと浮きながら。いやここ偉い。ドンさん偉いマジで。OD にするの偉すぎる。彼 OD にしてダメージ伸ばしましたね。これ当たるんだよね、これジャストソニックさ、ジャストソニックだけ当たるんだよね、ケツに。ジャストソニックってさ、判定も変わんの、あれって、ちょっとでかい。いや、俺、当たんないと思って振ろうとしてたけど、当たってたんだよね。よはー、ヨガーチが残っていた。ウォッチパー配信でずっとアリケンの悪口言ってた。いやほんとシンジが一生俺の悪口言ってたらしいからな。そしてここは SS3 も打ち込んで、さあバーンアウトさせた。これはチャンスになりましたね。これはかなりピンチですね。アリケンインパクトガードできない状況です。いやうまい、これマジうまい。これはもうね削られるからどっちみち打つしかなかった。今のラッシュしゃがみ強パンチはもう完全にダルシム対策ですね。フロートを落とす選択肢ですね、はい、毎回この初手取られるんだよな。いやでもこっから俺の動き変わるから見てて。いい滑り出し1対0。アリケンはこれを受けてどうするか。スライディングはさせない。パモヤいい形でどっちか触れている。インパクト、さあリバースピンキックに当てて。多分ねこれね対策なんだよね、ガイルのこれなんだっけ、リバスピだっけ、なんだっけこれマジで、ね、ガイル側のね、だからこれ結構降ってくるからインパクト多めにしようと思ってインパクト振ってんだけどマジで一生降ってきて焦った。結構ダメージは取れずにしのがれちゃうことが多いです。そういやリバスピ多分対策だと思うよ。ここでドンピシャジャストパリー、ここの読み合いマジでな。結局こうなるんだよなダルシム。敵技がないんでね、はい、このガイルのね投げ連打にも結構抗うのが難しいんですよね。さあいい形でラウンドを重ねている。これ前の方に行けば台形。さあこのままいい流れのまま行きたいが、さあアリケンはどうやって返してくるか。さあインテルを決めてまたもや
やバーとか見えている。ドビシャ前に出るか、そう、このリバスピが振ろうとしようとするところに刺さるんだよな。いやこれマジで焦った、焦りもあった。俺危ねえって思ってる、これ俺マジで心の中で危ねえって思ってる。ダメージ取ってればもうリーサルですからね、だいぶ危なかったですね。そうで、こっからオーディアーチ打って手前テレポで保険を出しながら攻めるっていう動きに変えようって思って変えてたんだよな俺。さあアリケンがこの序盤に体力リードされることを嫌っているかのような。そうですね、やっぱり先にダルシムがリードしたいですよね。そうですね、ここまでは先に触れていたドンピシャがいる。さあしかしアリケンこの最終ラウンドいい形、これ美味しかったな。さあ理想的なダルシムガイルを作り出している。でもこれはパリ見えたらテレポすればタクだからね、この表情。やっぱりこのダルシムっていうキャラクター、なんかナウマがなく、さここでそう見てて、あのソニックブームにすら打っていいよって言われて、で見てて俺多分速攻すら打つと思うよ、ソニック見て。それで全然相手の対応変わってくるんで、ほらこれ釣ってるこのコパ、打たせて下から取る。そしてさあ引っ掛けている。まとめ体力リードはアリケンダルシム、流れは変わったか、どうするドンピシャ。そこをここ決めてダウン、そしてしっかりとお見通し。ここで勢いついたなマジで俺、ここでよしいけるってなった、自分に自信を持った。ここでさあドンピシャガエル、ちょっと流れが悪くなってきた。どうやってこれを変えていくか、きっかけはどこにある、ハリアナはどこにある。そう結構このコパピッピやっとけば、フェイントで打ってくれるから、このフェイントクソ多め俺で、多分めっちゃ球打ちづらくなったと思う。ここでさあ投げを誘う形だが、その後打撃を通してワープして、見えない、一気に攻めていく、まとめワープ。さあ燃やしているコメントで、相手が前に来てくれればねやりやすいからね。ダルシムはこのダルシムだが、ピシャガイルは上がダメ。さあこのラッシュの4枠通して、これねこれかくってるんですけど、ちょっと遠かったんだよね。若干遅れちまったか、距離があった。ワープで逃げて体力リードはアリケン、ドピシャどうする。もう少しで SSD 溜まるが、苦しい、挟まれた、よく投げを受けている。スライディングだ、これマジでこれね、ナウマンのおかげ、この下くぐるのは。それうまく使ってますね。マーイドリは絶妙。でもここでね、マジで相手のギアが上がったけど、残ってます。さあファイヤー残っている。さあしかしドンピシャ、さあオーディーサマソルト当てて、いやここな、さあギアを上げたか、結構いいインパクトって思ったんだけどな。追い詰められて、さあ一気に倒しにかかるか、打って、さあここでスライディング、おいしい投げが入って、これでバウンスすると危ないぞ。バウンスこれでかいっすね。画面端は危ない、祭りが始まってしまう。これミス入れ替わった。さあ繊細一具ちゃんとこの入れきるか、いやー怒らせからの触っている、危ない、削りがある。ハリケーンは上にいる、美味しかったねこれ。これマジでめっちゃミスったけど、これでリーチ。さあどうする、いやこのリバースピがね結構うざかったねマジで。入れ替わって結局ジャスパなんすわみんな、このゲーム。さあしかしこのチャンス、いやこれ無理だった。ジャスパ一応押したんだけど間に合わなかったね。ドンピシャのチャンス、さあフォローはできている。さあアリケンはワープ読んでいる。これサマソじゃなくて嬉しかった。出なかったがいいでしょう。さあドンピシャ出られるか、あゆちおけダウンさせ。さあアリケンに CA 転倒。いやここなんか当たっちゃう、めっちゃ当たっちゃう、危ないですね。でも俺これもうねリーサル見えてた、ここ。さあこのソニックブームに当てたいが後ろにいる。チャンスを見ていた。いやこれ偉い。これマジで俺自分のことを
後でアーカイブ見て褒めようって思ってた。ちゃんとリーサル見てリーサル取りに行くのマジで俺自分で偉いと思った。これまあソニックブームにテレポを打つっての一回もやってなかったからね、最後の最後で通ったな。やっぱこういうオフ大会ってか大会はやっぱどんだけマジで引き出し多いかだよな。ここが俺マジで一番正直舐めてはいなかったんだけど、いつも通りやれば絶対勝てるだろうなっていう自信があった。マジでさすがにマリーザだし、もういつも通りやればさすがに負けないだろうって思ってたんですけど、そうマリーザ超得意だし、これの前に裏で釈迦さんと10本ぐらいやってたんだよ、マリーザ戦。ザクレさんのどこがきつかった？あのアーチを打ったらもう絶対何かボタンを押してくるのがきつかった。もうそのアーチっていう強い技の弱点をしっかりついてこられてきつかったね。さあこのダルシムの長い手足をどうかいぶってこのマリーザの怪力をその体に打ち込んでいくか、ザクレ。そうアーチにめちゃめちゃね、アーチ殺してきてたね本当に。火力で押し潰せる。そうですね、上から行く、触っている、画面端が近い、エンフォールド内容入って画面端になるぞ。ザクレのドライブゲージは心もとないが、アリケンうまく、さあ入れ替えての画面端を取ったのはアリケンダルシム。ザクレはどうするか、ドライブゲージを回復しながら。いやここね、いやうまい、よく見て、これね伸ばしてる腕に全部ね差し返し狙ってんだよね実は、ザクレさん。アリケンスペースか、捉えているグラディウス、めっちゃ置いてんだよね遠目で。チューピー、これこれ、このこの長いリーチのやつがきつかったマジで。そう腕にグラディウスもきつかったねマジで。ダルシムの人生命線、はい、しっかりする動きになってるんですが、いやうまいわ、振り返されちまった隙がある。そこにこれこの技がつらい、これがきつい。そうでしたね、ラウンドを取ったのはザクレ。さあ立ち回りになるとスローペースになるとアリケンダルシムペースと考えていいでしょう。さあしかしこのザクレのポイントが、いやこれ大きいぞ、捕まえて後ろに投げてチャンスになるぞ。いやここマジ運悪いって思った。うわ投げてる、ゲージある、危ないぞ、ゲージを使えるか、お伸ばしていく、ダルシムからのいや俺もまあ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 、ほら名前にオッケー大丈夫って言ったの俺、これ名前に出したらオッケー大丈夫大丈夫大丈夫みたいな、運が悪いだけみたいな雰囲気を出してたの。これこのねアーチに対してリーチの長い技でこれで一回触られるのがマジできつい。そのラインが回復しない、これをやられてるから。アーチってこのラインをこうやって稼ぐ技なんだけど、一回去られて、なんだろう、全然ラインを上げれずにきつくなっていってたマジで。今回はバーンをさせて、しかも画面足なんで相当アリケン有利ですよ。そうこれね、これで触られるのがマジできつい。アリケンこの表情まだまだいける。そうこれで触られるのが本当に。ファーストヒットは投げている。さあ横から来て、さあ拳を絡めるが、その後画面足ワープで逃げて、これはいい入れ替えですね。いやここも前飛びしてくるかって。入れ替えてからの、さあリバースで返してるのはアリケン、ここからバーンアウトが近いぞ。そうですね、うまい連携を使ってドライブゲージ回避、いやーだか危ない、上からフランクス、さらに連撃グラディウス後ろにいる。いやこれダメだな、オーディじゃねえ、バーンアウトダメだな。さあバーンアウトしながらの、まあでもクッパ城すればいいかって気持ちではあった。アリケンも逃げられそうですね、はい、アリケンとしては距離で、これマジで焦った。あもうそういうことしてくるんだって。お互いバーンアウト、両者バーンアウト、どうしのげ、うわー、うわー上から激骨。ザクレーのこの素晴らしい追い込み、いや暴れている。さあこれで最初この試合はねやばかった本当に。強いゲラウンテ、さあアリケン落ち着きたいところ、アーチは残っている。しかしザクレのプレッシャー、いやこれやばい、いやこれでこれマジでね、これマジでなかった俺の中に。やばい見てて、ここから俺の顔見てて、ここから俺の顔見てて、俺の顔見てて、ここからこれも見て、これも見て、待ってマスカスがどっか、いやだいぶ俺顔死んでるよこれ。処理がかなりザクレが上手くてですね、はい、あんまり無駄な膝がない。そうですね、触るまでが早い。
これマジで俺の顔見て、これ本当に心の中で大丈夫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 、3本ぐらい取れるって思いながらやってる、マジで。この戦い続けていきたいですね、アリケン側としては。そうですね、触らないように。そう、でもこれ OD アーチ多めにしたんだよ俺、こっから手前の。そしてこづいていく。それが結構きつそうにしてたね、相手は。やりたい戦い方。さあ、ザクレはかなり苦しくなった。いいから、うまい、しっかりと封殺。さあ、アリケン間に合うか。ここからの対応。いや、マジこれ本当に間に合った。これマジで間に合った。で、中 P も取られるからフェイント台系も多めにしたんだよね、ここら辺確か。ここでリバーサル。さあ、これは入っている。またもや遠距離を作って追いかけっこ。さあ、ここから立てば捕まりくるか。入れ替え、これマジ危なかった。そう、この台形、これちょっといい解説いいっすか。さっきまでさ、フロート中 P にさ、グラディウス当てられてたじゃん。で、それを逆手に取って、それを逆手に取りまして、これほら台形で、これ相手は中 P を打ってくるのをグラディウスで潰そうとしてんのね。もう俺それで潰されてたから、台形で透かしてグラディウスが見えたら台形で差し返すっていう動きに俺変えたんだよね。これちょっとね、これマジ終わった後、ここマジ絶対解説しようって思いながらね、やってた。ここそうそうそう、そういう読み合いが回ってた、ここでは。そう、ほら台形多めになるでしょ、これ釣ってんだよ相手のグラディウスを。で、ここで俺のフロートにやることがなくなったんだよね、ザクレイが。ここでやっとだ、中盤見てグラディウスってのがあったからまだ切り返してたけど、俺がそのグラディウス勝ってるからもうやることがなくなってみたいな感じで楽になった。これは完全にダルシムの試合、ダルシムがやりたい展開。そうですね、はい。まあ、一切こうチャンスを与えることなく、はい、試合を畳んでいきましたね。まあでも当たってたけどな、こうやって。いや、あのね、ザクレさんのいいところがそれでも振ってくるんだよね。これマジでよく飛んだ俺。さあ、投げは空中で抜けてからの画面端を作っていく。アーツと共に、さあ、挟み込んでいく形。体力リードはアリケンダルシム。これよく、マジでランスよく見てるわ俺、マジで集中してた。大パンチ。さあ、ザクレやや苦しい時間が増えてきた。触れない。これでザクレさんの動きも変わったんだよ。無理やり近づいてこよう精神になったんだよ。で、無理やり近づいてこよう精神はマジで何とでもなるから、ダルシムは。これは入れ替えながら画面端、はい。さあ、なかなかザクレが捕まえきれなくなってきた。これは見事、伸びた手を殴る動き。ザクレマリーザ、これは何度も見せていますね。ねえ、素晴らしい反応。ただアリケンのこの遠距離をキープする。いや、詰めて長くなってきた。イフルノを追撃して体力差がついた。さあ、どうする。容赦、ドライブゲージは少ないが、もう俺もう絶対に詰めない。もうこいつをこの鳥かごから出してあげないって気持ちでやってた、マジで。ここでバウト。アリケンはどうする。ゲージは2つ、そろそろ溜まりそうだ。ユークラクがしっかり見えている。これはもう削りも見えている。いやー、何もさせずに2試合セット。しっかり取って、ここで俺の心は回復した。まあ、それによって入れ替えの投げなど食らうリスクが減りましたよね。そうですね。さあ、ここも中距離ではあるが、ファーストタッチはアリケンのダルシム。さあ、わずかな。ああ、もうグラディウス打てねえよこれマジで。いけない状況になってしまう。さあ、またもやダルシムの前。やっぱね、対応しなきゃね勝てない。どこで崩すか、ザクレ。この試合でさらなる進化を。そうでこれ解説いいですか。ここもこれ俺一個前の動きでラッシュで詰めてくるってのをもう分かってたのよ、多分次の試合は。でそれの対策でじゃあ何するかっていうと、球を置く。これでザクレが前に出なければいけない状況になってしまう。そう、これもうそのゲージ回復とかじゃなくて、シンプルに球を置いてラッシュを打ちづらくしようっていう気持ちでこれはね球を打ってた。これマジラッシュできないから、これやると。そう、絶対ラッシュで近づいてくるなってのは分かったから、ここ良かったね。ここマジで弾にしてマジで良かった。この一撃、ここも冷静に溜まったゲージで追撃をして。そう、弾多めだと思うこのセットは。
アーリケンが間に合ってしまったか。でもこれねザクレ対応してくんだよねこれ実は。リーチをかけたのはアーリケンのダルシム。飛びが多めになるんですよ。飛び多めはね玉対策だからね。いやこれもねこれね読まれてた今のバックジャンプ大 P。 ワープ殺す用のねバックジャンプだからね今の。マジで危なかった。これマジでねザクレさんダルシム戦慣れたら俺多分勝てねえんだよな。いや俺ここでうわー動き変えられたって思ってたマジで。はいもう最大の最大の緊張が走ってます今。お互いにお互いに最大の緊張が。アリケンどうする、落ち着けるか。うまい、確かに差し返しを見せて体力リードはアリケンダルシム。ザクレ SS3 があるんでコンボを決めれば一気に画面足というのはある。そうですね、飛ばれてもいいようにちょっと高めのフロートをね俺はね散らし始める。これ本当に俺ちゃんとその可能性を拾ってんのマジで。ただまだ残る、回してました。さあザクレどうする、ここから苦しいところ、あと一発ミスは許されない。いやこれはねまあ、自分に拍手してた。いやここでインパクトもう俺もう常に振られてなかったんだけど、インパクトはザクレさんをね信用した俺。ここさすがになんかザクレさんマジ上手くて、ずっと出してない動きをいきなり出してくるみたいのがあったから、今までやってこなかったのにいきなりやってくるみたいのがあったから、さすがにどっかで振ってはくるだろうと思いながらやってた。いやマジでザクレさんを信じたコマンド入力だったね今のインパクトは。マジでずっと俺こうやって待ってた。ガタ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 、赤くなったパッみたいな色が見えた瞬間。いやザクレさんマジでやったらクソ上手くなるよ。ゲームをちゃんと見て自分が死んでる理由をちゃんと分かった上で動き変えてんのがやばい。違うこれマジ、じゃあこれナウマンが持たせてくれって言うんだよこれ。いやもうまたもうこんぐらいは俺やるからっつって。マリザ戦超得意だったんですけど、はい、圧がやばいっす。いやマジでそうだった。で、このあとセロスに引き殺されて終わりと。セロスに死ぬほど引き殺されて終わるという結果でした。で結構置き攻めのミスあったんだけどねセロスさんも。ワールどうすんのこれ、なんかワール見て台形みたいなのが隠るみたいの、なんかもうでも難かったわ。そうこれをやっぱやるしかなかった。ワールにテレポ噛み合わす、このもう思ってたんだよ俺はもうずっと。ああもうこれワールにテレポ噛み合わせないといけないなって思って、多めにするんだけど、あのねセロスさんがうまかったねこっからは。そうこれワール打ってこねえんだよここで。これ俺ワール待ちね、これワール待ち俺のこのフロートで、あワール打ってきたって思ったんだけど、まあ飛びで。いやーマジで SA2 に無敵くれ、頼む SA2 に無敵くれ。いやこれもねワール一点読みでやってんだけどね、これさ、はい避けたーって思った俺これ。はい避けましたボカーン。これマジでね、うわそうだったわーって思いながらやってた。俺も笑ってんだよねここ弱すぎて、 SA2 が SA2 が弱すぎて俺これ笑ったもん。これ見てて、これ見てて SA2 の瞬間の俺の顔見てて、これ俺上飛んだって思って、上飛んだって思っていっけー笑うだろあんな空中にしか当たんない技で空中にいるやつに当たらへんのやつ。まあホールドしたら当たってたろうね。いやでもセロスさんマジでうまかったよ、みんなさすがにレジェンドだなって思った。うわーこれもね結構今しかないってぐらいのインパクトだったけど飛ばれてたんだよな。はいこれで俺が敗退しましたと。
いやでも3位嬉しかった。3位取れたのは本当に嬉しかったね。ダルシムで初めてこうやって上位取れていけたのは嬉しかったね。やっぱりセロス退治を誰かが倒すみたいなので、ちゃんとそのセロス退治俺っていう3番目につけて嬉しかったけど、でこの後退治さんが勝つんだけど、退治さんが勝ってくれて俺は嬉しかったね。やっぱなんかずっと君臨し続けてくれるのは嬉しかったね。そうね、しかもこのダルシムがそんなに強くないので3位取れたってのがすごい嬉しい。まあアップデート待ちなんだけど、マジでダルシム使い基本。まあでも超楽しかったね、みんな強かったね本当に。でも卒業卒業あれ悪いよな、卒業しおめでとうっての。いやでもやっぱ退治さんにはいてほしいけどな俺は。